はい、えー、速下塾六部です。今回ね、国会議員さんのお所得が公開されまして、まあ、いわゆる給料ですよね。歳費がどのぐらい出てるかってことなんですけども、まあ、社長と言えるような立場の方、党首トップ、岸田総理は2837万円ということでございました。最高額はね、なんとね、よく知らない人なんですけども、この人誰ですかね、12億もらってる人がいますね。ええー、元英太一郎さん。 参議院議員12億どうやったらこんなに給料もらえるんですかね <laughs> まあよくわかりませんけどもその他にもね各政党の党首がこういうふうに出てます福島瑞ん社民党の1821万でもこの党っていうのはすでに今回の参院選で国政政党としての資格を失うそうですけどもねでわけのわかんない立憲民主党も1761万とかもらってるみたいなんですよねまあここで言いたいのはねあの 国会議員の方っていうのは別に何か社会の生産に寄与してるわけではないんですよ。集まってきた税金を公平に分配するその役割を担ってるだけなんで、まあ事務員さんなんですよね。で、実際お金稼いでるのは誰かっていうと、企業経営者なんですよ。企業経営者以外は別にお金を稼いでないんですよ。これはね、 労働者の方も完全的には稼いでるんですけども実際に稼いでると言えるのはやっぱ企業経営者創業者とかねそういった方だけなのかなと思いますでもちろんあのお勤めになってる方もね何らかの形で、えー、作業をしていただいて、えー、給料をね作っていただけるっていうところでは確かに稼いでると言えるんですけどもまあほにね純粋にこれからのことを考えると稼げる人っていうのは、うん、やっぱりねこの一社員とかにはならないんですよね 稼ぐ立場っていうのは経営者であり投資家でありっていう立場になっていくわけなんですよ。で、だんだん自動化が進んでいくと労働者っていうのはいらなくなりますんで足元が揺らいでくるっていうんですかね。うん。確かに稼いでるぞっていう風に言えるんだったら組織を離れても稼げるということになっちゃうんですよね。じゃあここら辺はね、認めたくないけど冷たい現実であると思います。うん。でね、やっぱりこう、分断を助長するわけではないんですけども、 まあこの世の中にはお金も稼いでる人とお金を稼いでないんだけどもなんか暮らしていける人って2種類はいるんですよねで、どっちがどっちってことはないんですけどもうんやっぱりね、あのこの前もちょっと議論になった動画を出しましたけども稼げば稼ぐほどリスクを犯してるのにあのいわゆる宝れるんですよね税金も57%以上の課税がされちゃったり予定納税があったりなんだったらね、国税がやってきてもっと払えとか言ってくるわけですよ あと稼げる人っていうのは人を養ってる例が多いんで結局は自分のためだけに働いてるわけではなくてだんだんねいろんなエネルギーが蓄積されていて、なんかバカバカしくなってくる人も出てきてるんですよね。うん確かににねあの、稼いでるる人にはそれなりの義務があるっていうふうに稼いでる人が言うのはいいんですけどもたかってる人がそれを言うのは違うかなというところもあるんですよね。でですのでやっぱり一人一人が、 自分の生き方をしっかりと捉えてね。まあ、先天的にいろんな事情がある方とかはまた別なんですけども、うん、なんかできるのにやらない人っていうのがやっぱいるわけですよ。で、そこにはちょっとね、これからもね、お前何やってんだじゃなくって、うん、なんかね、あの、お互い支え合うっていう意味でも、あ自分はあいいんだじゃなくって、できることを探してね、やっぱこう、頑張ってる人がやる気を失わないようには、 していいいいかかないといけないのかなととけの思うんですよで今回のこの国会議員さんの給料とかっていうのもあのやる気を削ぐのに十分ですよねねこれは、ねうん、あの国会議員さんっていうのは社会的生産は何もしてないわけですからね <laughs>、うん、そう考えるとねなんとなく割り切れないものがありますけどもこのままでいいのかなというところで、えー、やっぱり強者をね稼げる人をもっともっと作っていこうとかそういう人にももうちょっと理解していかなくちゃいけないよねってところがね、えー、まあなんか今回ね 優先思想みたいな言葉にくくられてますけども実際に先に何かの能力を身につけた人ってまあ義務や責任に追われてえ本当にね高い社会的な還元の意思がないと本当にきついですよね批判を浴びることも多いし、うん、金持ちは悪いと言われたりとか何のためにやってるのって無用な質問が来たりとかね、うん、で一人だけで豊かになっていいのかみたいなねなんかいろんなわけのわかんない モラルを問わわれたりとかすするわけですよいやーまあでもねこれでいいんでしょうかっていうところは一人一人胸に染みないといけないですね。じゃあ,あのまたライブの方で詳しくお話しします。